ありがとうございます、団長さん。ホワイトデーの贈り物、受け取ってくださって。え？あげる方がお礼を言うのは変ですか？そんなことないですよ。だって、団長さんに大好きって伝えられるのは、僕にとって本当に嬉しいことですから。僕も姉さんも、普通の、どこにでもいる人間の子供ではないけど。でも、だからこそ、団長さんに出会えて、こうして一緒に旅をすることができる。これって、すっごく運が良くて幸せで、素敵なことだなって思うんです。毎日が、奇跡みたいなものだって。けれど、奇跡って、すごく脆くて、壊れやすいものなのかもしれない、とも思います。だから、こうして団長さんに、大好きってちゃんと伝えられることに、僕は感謝したいんです。